まあまあ、どうぞ。皆さん、こんばんは。
花形で一緒デモテープ作ってみんなで寄ってたかって何とか曲にするという形でやらせていただいております。若者を応援する歌で作りました金と銀感じなんですけど、多分大丈夫なんで。これ面白くないみたいな。生食べた。一応1週間の歌なんですね。面白いんだよ。すいません。なんかさ、あるかな。どこに面白い要素が。人気だけになっちゃう。皆さん。今頼めます。ウィンクスっていう曲で、
なんか、まあ、毎週とかだってエブリーウィークスになるのかな、ウィークでいいの、関数なのそこは、あ、そうか、エブリーは、そうそう、とりあえずいきます。で、僕はいや、いいんじゃないか、これ素敵だよって言ってたんですけど、マージャルさんいつもそういう風に言うじゃないですかってドラムの絶望に言われたっていうのもあまり面白くない。巻き込み事故、生まれて初めてジャズっぽいことやったんですけど、それっぽく聞こえました。いつもここを本当何度も何度も出させてもらってるんですけど、不思議なものでこのスポットが当たるとめちゃめちゃ緊張して汗が出てくるんですけど、今も自然に震えてあんまり、これが切るとさ、まあいいっす、バラバラになるからやだやだ、楽しいになっちゃう。ネクストソング、漂流少女です。
の人世の中に不満を持ってそうな女の子のじゃあ雑に、じゃああんまおしゃれじゃないそうですね、あんまおしゃれじゃないかもしれない。なんかモニターがキーボードすごく返ってくるんですけど、ボーカルがあんまり返ってきてないような気がする。で次が、ホワイトスネークの、フリーフライトっていう曲ですね。割とカットオンズな曲で、あのカットオンズっていうのはさっきの DFI みたいな、ちょっとだけでしょうって曲で、最後にアンコール用にもう一曲
曲あるんですけど、その前で言えばこれが最後の曲です。で、アコール来なくてもそれはやりますから。アコールじゃねえじゃん。そうです。そういうもったいない。立てないでしょうは、なんかまあいろんなことあって、ボロボロになって、ああもう俺立てねえみたいなこともあるけど、最後は立とうよっていう、かなり強引な歌です。
皆様、立てそうでしょうか。まあ、立てないでしょう。立たないんだよ、最近さ。そっちですか。おやじ。立って、さらに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 。皆さん、どうですか。出します。じゃあ大丈夫かな。
ね。ジャンプ低いぞ。ジャンプ変えないよね。ジャンプ変えないよ。